こんにちは。こんにちは。パートナーチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。今回はグリップ交換。売り場にもグリップ交換液だったり両面テープだったりありますけど、前回撮った動画はちょっと万力を使ったりして、しっかりここで、作業をする、165円工賃をいただいてるんですが、その交換の内容になってしまったので、今回は自宅でやるっていう風な、イメージを持っていただけるんじゃないかっていう動画を撮っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おうちバージョンってことですね。そうですね。まあグリップ減ってきたなというところで、グリップを選ぶところから、選んではいるんでグリップはあるっていうところからやっていきます。でまずは両面テープ、はい、グリップの下巻きテープですね。まあ何種類か売ってはいます。まあこういう、下巻き用のテープと交換液がセットのものっていうのもありますし、テープはテープでグリップ交換用の液体は交換液か、交換液は交換液というものもあります。で、前回撮った動画で螺旋巻きと縦巻きっていうご案内をご紹介かさせてもらったんですけど、螺旋だとだいたい1個のグリップ巻くのに65センチぐらいで、縦巻きだと50センチぐらい、このぐらいは、1回のグリップ交換で必要になります。まあ、そんなことをちょっと参考にしていただきながら、下巻きからグリップ交換していきます。お願いします。よろしくお願いします。そしたらこちらですね。でまず用意したいのがこんな感じかな。あとグリップか、下巻きのテープ、まあハサミ、普通のハサミです。でこちらがカッター、グリップのカッターですね。シャフト傷つけないようにこういう形になってます。でまあいつでも使う感じですけど、パーツクリーナーです。お家で使う場合に皆さんカッターとかでやる方多いですよね、シャフト傷つけちゃうんですよね。そうするとそう、だからやっぱりこれは必要かなと思います。この形、こっち側が刃なので、こっち側は傷、つきにくいようになってます。これもお店に来ればあるんですよね。そうですね。あ、さっき紹介してないか一通りうちのお店で全部揃いますんで、もし必要な時は来てください。お願いします。でまず古いテープじゃないや、古いグリップ、これを切っていきます。まあこう刃を当てていくと切れるので、このままズルズルズルとこれで切れます。切れたとこを見せてもらっていいですか。こんな感じ。切れてないね切れてない。切れてないときは2回3回とシャフトを傷つけないように。そうですね。あんまりこう入れちゃうと傷になるんで、少し引っ掛けて、あとはこの辺を滑らすような感じで1回入れるだけ入れて、あとは上向き90度ぐらいカッターを立てていくと切れるのか、切れてんのかまあまあ切れてます。あとはこのまま引っ張っていくとスルスルっと取れます。取れます。でこの古い下巻きのテープを剥がしていく。でこれが取れにくいメーカーとかもあるんで、少し温めると取れやすくなります。まあ、ドライヤーとかでも大丈夫なんで、やけどに気をつけて、お家のヘアドライヤーとかで少し温めると取れやすくなるということです。ですね。
最後、まあ、さっきみたいに蓋きれいにしてるとシャフトの中はきれいな状態が保てます。あとは、まあ、パーツクリーナーで、私の場合このままの長さ、まあ、このストローみたいなやつ、このままの長さだと作業しにくいので、まあ、半分ぐらい、また切りすぎたな半分ぐらいにして、で、まあ、このままだと、ちょっとこう最後こうやって入れていくんですけど、引っかかりが弱いっていうか圧が逃げちゃうんで、少しここに巻いておきます。ちょっとまた長かったこのぐらい、はい、にしておきます。あとは今抜いたシャフトですね、この古いノリとかシール跡をきれいに、そう、全部これで拭くときれいになります。こんな感じですね。こんな感じできれいにします、はい、でこの縁結構鋭利なので、あんまり指入れると切れるんで、ここ気をつけてくださいね。缶詰の蓋の部分みたいな感じですよね。そんな感じ。あとは入れる新しいグリップ、まあ、カデロのグリップを今回入れます。で新品のテープってこうなってるんで、まあ剥がします。でちょっとこれ斜めに切ってあげると、回した時にこの段差ができないように、ちょっとやってみますね。このぐらいの角度で切ってあげると、はい、巻きやすくなる。グリップですね、まあ、入れると全部入るわけじゃないんで、このぐらい先っぽ出ます。で下を、まあ、巻き始めるところですね。この辺から巻き始めるんで、指で少し押さえておくとスタートのきっかけ作りやすいんで。でさっき切った斜めに切ったのをこう回していくと、ちょうどここで1周分になるんで、そうするとここから回していきやすい。で隙間なく、まあ右手はあんまり動かさなくて左手で回していくと隙間なく巻きやすいです。まあ均等になんか1ミリ開けた方がいいみたいなのもありますけど、基本的に段差なくして全部こんな感じで巻いていきます。で最後ここの中にゴミだったりとか水とか入るとシャフト錆びちゃうので、まあこのぐらい長くして、でこれも次使いやすいように斜めに切って、斜めに切っておきます。はい、そうすると次やりやすいんで、こんな感じ、このぐらい余らせてください。結構長くいきましたね。何センチぐらい？ 5 センチぐらいこれぐらいあると安心ですよね。ね。でまあこれを下から剥がしていく。でこの最後を、はい、ここが見せますね。そう、こうやって綺麗に、あ、切れた。こうやって綺麗に回してでこれを全部この中に入れる。こんな感じ。はい、つまみながら中に押し込むと綺麗に入ります。
あ、いいこと言うね。でそうするともちろんこのぐらいの長さで、はい、ぴったりですね。でこれを万力で入れると楽なんですけど、万力が家にあるっていう人いないと思うので、うん、まあちょっと足で挟んで入れるやり方でやっていきます。パーツクリーナー、まあ、全体これは多ければ多いほどいいです。でこれを少ししか塗らなかったりすると最後の微調整ができなくなるんで、ボタボタになってね、これは多めにしっかり湿らせるんですね。かけていきましょう。あとはグリップ側、まあ、エンドこっちを穴開いてるんでこれを押さえてこの中にもパーツクリーナー入れていきます。ある程度これは全体が塗らせれば OK なので、まあ全体こんな感じで大丈夫です。はい。で、あとはこの向き、向きを決めてグリップの向きも決めて、最初のここだけ入れます。でここさえ決まればあとは足で押さえてこっち側、まあ、さっきこれでパーツクリーナーのストローをマスキングしてるんでこれでぴったり合うようになります。あとはちょっとずつ入れていくと飛んだNG 集になっちゃいました失礼しましたいや今のも撮りたかったんですよね。そうね、そうね。そういう、こういうのもないとね、予定調和です。はい。こういうのもないと、はい、で、これを押さえて、はい、吹っ飛ばないように押さえないといけないという、吹っ飛ばないように押さえて、はい、少しずつ、そうそうそう。ゆっくりって難しいね。結構このパーツクリーナーを入れるときは乾くのが早いのでスピード勝負になります。ただね、このぐらいまだ動かせる幅はあるんで、入れた後微調整は全然できるんで、これが最初に塗るのが少ししか塗ってないと入れた瞬間からこの動かすことができなくなるんで、これちょっと注意ですね。あとは上から見てまっすぐになってるかどうか、こんな感じ。そうですね、まっすぐになってますね。でそこまで確認できたら、まあ、ちょっと叩くと最後まで入ってなければ音が鈍いんで、これで入ってるかどうかの確認をして、そうするとテープがまあ全部入るんで、ここからテープが見えちゃってることがないように、他テープ見えてるってことはここがたるんでるか全然後ろが入ってないかどっちかなので、そこ気をつけてください。ちゃんと奥まで入っているのを確認すると、うん、あとはパーツクリーナー後ろから入れてるんで糊がこっちについちゃうんですよ今ベトベトな状態で、これをまたパーツクリーナーで最後の仕上げ、最後本来の使い方ですよねそうそうそう、パーツをきれいにするからね正しい使い方です。でもこれ1本で何でもできるというのはすごいですよね。そう、グリップ抜くのもできるし入れるのもできるし、でこうグリップにも接着剤はつきやすいんで、まあ、こっちを拭いておくと、こんな感じでグリップ交換ができます。ありがとうございます。まあそんなに難しくないんで、慣れてしまえばまあ5分10分ぐらいでできる作業だと思います。今グリップもコロナのせいだと思うんですけど、在庫も限られていたりするんで、ネットで大量に買ってグリップ交換したいなっていう方、まあお持ち込みいただいてここでも作業はできるんですけど、まあ自宅でやりたいっていう方はこれを参考にしてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。